はい。でっかい電気はね、ただ必要なの三脚と、ビデオはいい感じに撮れる一眼レフと。どうする？はい、帰ってきました。今日は月曜日18時43分。今日もジム行きます。そして、マイブラザーが、弟がですね、世界一周の旅から帰ってきまして、弟と飯行きます。はい、こんにちは。今日の弟の吉木です。今大学生でちょっと休学してるんですけど、これから勉強しながら筋トレ、秋葉みたいに頑張っていこうと思ってます。頑張りましょう。あ、弟のビフォーアフター用撮っとく。はい、よし。だってお前、俺筋トレ始めたら大学4年、お前今な、次何年なの？余裕やん。次、大学俺行くときにはもう人質変わってる、レベル変われる。はい。いきなりステーキ行ってきます。はい、いきなりステーキ行きます。 With my brother。 Brother。 はい、世界一周から帰ってきました。弟が帰ってきました。どうやった世界一周？めちゃくちゃ楽しかったです。何ヶ月行った？3ヶ月半ぐらい。短っ。100日間短っ。短い。なんでそんな短い？ちょっとお金がなくて帰ってきました。あらま、裸エプロンみたいになってる。いただきます。おはようございます。おはようございます。ちょっと声出して。おはようございます。もう今日もワクワクしすぎて目が覚めて、何かっつったら今日ですね、筋トレ YouTuber の人とコラボするんですよ。で、そのイメージ、それを夢に見て何話そうかな言うて、それもうすでに頭に描いてて、それで目が覚めました。ほら、6月11日火曜日、行ってきます。はい、よしき、今日の予定は？ちょっとブログ執筆します。執筆とか言わんといて。ブログ書きます。この1年何しますか？大学2年休学して、あと残り何ヶ月？10ヶ月大学2年休学して、副学まで残り10ヶ月何やろう？ちょっといろんなスキルを身につけて、一皮むけて成長します。抽象的すぎる。4つ。ありがとうございます。ありがとうございます。トイレだってびっくりしました。今日も見ますんで頑張ってください。ありがとうございます。今日はですね、なんと僕が普段見てた YouTuber のケントさんっていう方とコラボ動画を撮らせていただきました。
もうね、最高でした。また動画であげます。ケントさんのチャンネルでアップしていただくんで見てください。はい、おはようございます。5時13分オーマイガー、めっちゃこぼれた。はい、ほな6月12日水曜日いってきます。はい、勝ちました。コーチングと目標達成サロンのお申し込みいっぱいいただいてありがとうございます。コーチングがですね、ちょっと3週間後ぐらいまでも予約が全埋まりしてしまってまして、ってのもやっぱ僕朝一にやりたくて、コーチングの時間もう最高の時間にしたいんで、やっぱ朝一でやりたくて、で夜だとどうしてもパフォーマンスが下がっちゃうんで朝一でお願いしてます。ちょ、それもあって予約が、埋まりまくってて、ちょっと7月とか2、3週間後になるんですけど、まあ受け付けておりますので、お願いします。コーチングの力があれば、絶対誰でも進みます。一緒に頑張りましょう。おはようございます。今日も最高の一日します。あ、ごめんなさい。びっくりした。びっくりした。おいっす、おはよう。びっくりした。汚い部屋バレてへんか。全然バレてない。おはようございます。おはようございます。あの、目標達成サロンなんですけど、お申し込みをめっちゃいただいてまして、今までの仕組みじゃちょっといいもの作れないってことで、ちょっと新しくオンラインでみんなが目標達成するための場、仕組みみたいなのを作れないってことで今考えてます。ここでまた発表します。今日名古屋で、明日東京で、そっから4日間ぐらい東京で、今日バタバタで筋トレなかなかできないんで、今日は朝今から筋トレ行きます。ウェイトトレーニングやります。プレアークアウトぶち込んでいきます。今日は仕事で名古屋に行って、金土日火曜がコーチングの勉強に東京に行きます。やばー、時間やばい、時間やばい。
い、ほな6月13日木曜日、行ってきます。今、名古屋に出張に来てます。宴会が終わり、仕事してます。ちょっとね、まあ、ありがたいことにめっちゃ充実してて、ちょっと充実しすぎてて、コーチングの予約たくさんいただいてるんですけど、僕の可能な限りのスケジュールで入れまくってるんですが、それでも今10名様以上、ちょっとすいません、メール返信できてないっていう形でして、します、明日の朝します。コーチングの予約も6月も全部埋まってて、7月も半分ぐらい埋まってるっていう形で、このまま行ったら、このまま行ったら、まあ、多分いけるんですけど、僕の体力がですね、限界があるんで、コーチングの質がこのまま行くと下がってしまいそうで、それだけはやりたくないんで、コーチングのセッションの本数を制限します。1週間にマックス7人、理想5回とかで制限させていただきます。そして、一個一個のコーチングの質をもう最強にします。絶対その方がいい。今日はもうね、寝ます。風呂入って寝ます。明日、東京にコーチングの勉強で行きます。眠い。こんなにお申し込みいただけてるんやったら、会社員として働くよりコーチングはやった方が世の中のためになるんじゃないかって気もしますが、ただやっぱ会社員として働きながら副業とか好きなことやってるっていうのが共感していただけてるポイント、価値かなと、僕の価値かなと思ってるんで、そこは悩みどころですね。なので一旦は会社員やりながら、こう、まあ、できる範囲で無理しすぎず、まあ、無理はします。まあ、コーチングの本数制限して、それでやります。一旦コーチングの予約はお待ちしてますんで、あの新規の方は多分8月からのご予約になってしまうんですが、それでも、本気で人生変えたい方はお待ちしてます。この概要欄にコーチングの詳細貼ってるんで、また興味ある方見てください。おはようございます。今日は大阪に、大阪じゃねえ今日は東京にコーチングの研修に行きます。めちゃくちゃ楽しみ。絶対成長できる。名古屋の朝、6時です。誰もいない。はい、6月14日金曜日、行ってきます。今日から3日間コーチングの勉強に行きます。めっちゃ楽しみです。めっちゃ楽しみ。コーナー行ってきます。自己紹介ですか。うん、お願いします。あ、ガッツマンと申します。沖縄出身24歳。何をしますか。まあ、レスリングで15回日本一になったことあります。一応アキオ君と今後何かやっていきたいと思うんで、お願いします。ありがとうございます。コーチングの仲間です。イエーイ。ありがとうございます。